6時45分からまこちのショールームに出演するんですけど、坂下まこちゃん、まこちがミニ雑誌ミニさんのなんかショールームオーディションみたいなのに参加してるので、そこにじゃゲスト出演させてもらうんですけど、まこちのショールームにね。だからそっちにぜひやってほしいです。星は 投票してください。 そっちにしてあげてください。 魅力ながら、ミニ参加してる、ミニオーディションみたいな参加してる子が何人かいるので、そのメンバーのねところを見に行って、皆さん星投げてください。昨日の自己紹介エムすぎてスコでした。 あれ本当にアドリブで、なんかいつもよりもっちゃん声高いなと思って で、なんか私がそれをいじってたら、れいちゃんが続いてくれたっていう感じで、M らしさが出ました。マクドじゃないです、私ここですね、ちょっとカップついてるんですけど、ウェンディーズっていう難波のとこにあるんですけど、それがそこの飲み物がすごく好きで、ポテトとチリソースをつけて食べてます。美味しい、チリソース大好き。 私ウェンディーズのピーチティーがすごく好きで、今回はでもピーチティーじゃなくて、マンゴータピオカっていうのにしてみました。美味しいですよ、全部美味しい。なんか飲み物革命がすごい、ここ。うまい。ファーストキッチンと合体したところですかね。美味しそう。美味しい。久しぶりにタピオカ飲んだ。今度行ってみて。うまっ。何の投票、まこちに、坂下まこちゃんのルームでゲスト出演するんですよ、6時45分からかな。で、そこでまこちがオーディションに参加してるので、星を投げてほしいなと思って投票にしてます。6時45分から、時間合う人はぜひ見に来てください。多分6時45分から。うまい。でもね、投げてほしいな。何の投票にしようか。いいね。1ちひかわいい、2ちひきれい。さあどっち？スタート。もうスタートしてるけど、こっちのルームフォローしてきた。ナイス。3番ないのよ、3番の日比かっこいい。 充電切れそうやった。
最近ちょっと待ってドア閉めますね。みんなの声が聞こえちゃう。何の投票でしょう。6時45分からまこちのショールームでゲスト出演するんですが、まこちが雑誌ミニのオーディション、レギュラーモデルオーディションみたいなのをしてるので、そこで星を投げてほしいなと思って、なので皆さん絶対見に来てください。雨で大丈夫でした。前髪返ってこないです。ある程度声聞こえてます。ジャガビーじゃないです、こっちです。ホット&クリスピー。だいぶ声聞こえてました。ネタバレしても知らないです。うん、ウェンディーズ美味しいの本当に。モデルは興味ありますけど、なんだろう、ショールームイベとかで勝ち取るではなくて、自分の力で、私はやってみたいなと思ってます。なんかわかりますか、ショールームイベももちろんめちゃめちゃいいと思うし、3年前なら参加してたと思います。私も絶対3年前今の気持ちやったら絶対ショールームイベを参加してた、これだけは言える。これだけは言えます。スパイシーな匂いが、おいしい、めっちゃ。お疲れ様です。エモストとか、やったら全然なんて言うんでしょう、難しいな。難しいけど絶対参加してたと思う。まあいろいろあったんですけどね、その時も多分モデルとかも多分ありましたよね。あった気がするけど、昔は読者モデルから始めたんです私。あれ何？ピチレモン？ピチレモンかなんかの読者モデルしてて、それで興味はありました、すごく。最初だから NMB に入ったきっかけが、他の事務所受けててレッスン料が高くて NMB に来たので、なんでそっちの事務所を受かってたらモデルと女優専攻で入ってたので、そう、赤ちゃんモデルもしてましたね。でもそう、レッスン料が高かったから NMB48 に入ったって感じです。
入ったっていうか入れた、うん、うん、そうアイドルになってなかった可能性があります。だからその NMB48 のオーディションを見つけたデビューさんっていうね、昔は、今はウェブなんですけど、今昔は雑誌で、その雑誌を読んでて最後の裏表紙の手前のページに NMB の4級オーディションがあって受けました。そう、無料って書いててレッスン料とかそれに惹かれた。うん、運命です。縁、ご縁があった。カラコンはしてない、ネイルはしてます。昨日ちょうど付け替えました。私爪長いのが無理で、ちゃんとねこの白い部分、爪の白い部分がなくなるぐらい切ってます。いつも ここまで続けられてるのは、なんやろ、上に行く楽しさとかを多分学んで、その負けず嫌いとかのもあるし、ファンの方がついてくださるっていうのもあるし、なんか楽しいですよアイドル。マンゴータピオカ注文しました。髪色いいの、そう、一昨日かな、染めて、なんだ、ちょっと前より、1回目より色入れてもらいました。色気をすごく感じる。もう25になります。もうすぐそら色気感じてくれないと。12月で25、茶色に見えますか。嬉しい。まだ若いよ。優しい。阪神とオリックスどっち応援するかね。もうそんなん両方応援してください。そんなん、そんなん、今回何色に染めたか分かんないんですよ私。なんか前より色入れときますねって言ってもらって入れてもらいました。あ、壁ポスターさんとダブル東さんよりも先輩やと思います。うん、でもそんな、そんな、そんな感じはしないですね本当に。あと 10% だ、あと 10% ないかな。あ、まだ配信してます、まだ配信してます。あれがないんですけど、あれ入れてくんの忘れたっけ。何がない、充電、あ、あった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 、はい、イエーイ、ありました。よかった、充電器ね、安心充電、
はい、阪神充電器オッケー、多分充電できてるはず。ん、アンカーじゃなくて持ってる。なんか阪神のグッズショップに行ったら売ってます。 T ショップ、T ショップにも売ってるし、ネットのねショップがあるんですけど、 T ショップっていうサイトに売ってて、あとは各、どうやろう、各場所に売ってるのかな、多分確実なのは確実なのは甲子園駅のところにある、甲子園駅降りました、でまっすぐ歩いてったらショップが2つあるんですけど、その右側にあるチームショップアルプスっていうところに売ってます確実に。そこはめっちゃピンポイントです。甲子園降りたらまずグッズ、時間があればグッズ行きます。もうお仕事終わりとかに行くと始まってることとかの方が多いので、そういう時はなんて言うんですか、終わってから、試合終わってから列に並んで買ってますでもね、試合終わりは人が多すぎてあんまりあのグッズ見れないんですよ本当に。17時から17時半。まこちあれやって、今何時ですか？うん。19時49。ありがとうございます。試合前に買うのがおすすめ。ギャグのとこめっちゃ好き、ありがとうございます。うん、うん、今日も TikTok 載せなきゃですね。まこちとコラボは6時45分からです。やっぱ可愛いわ、ありがとう メイドやってほしかったです美咲がいる。こんにちは。よしみさです。よしみさです。何の投票してるんですか。教えへん。美咲が好きか嫌いか。どういうことですか美咲のことを
私が好きか嫌いか。でもそれは好きだけだと思いますよ。うん、やばい、なんか電話来てる。英語で出て。最速来ました。あ、こう言って。行ってきます。バイバイ、行ってらっしゃい。すいません。お先はお仕事に行きました。シングス早く続き出へんかな。え、めっちゃ手比べしたい人おる。んなん、イヤで手比べするなら握手会に来てください。待ってます。なのでそのコメントはもうダメです。やる配信。はい、まこちが配信するみたい。8分後ぐらいです。うん、おめかいとってありがとう。うん、あやぴょんじゃん。桜田です。何飲んでるんですか？タピオカ。マンゴータピオカ。そう、バリ美味しい。ウェンディーズの飲み物めっちゃ美味しいから飲んでみて。飲んでみます、うん、あんま行かないんですよ。なあ、知ってるよ、そんなの。何も食べてへんやん、いつも。食べてますよ。今からご飯買ってきます。あんま配信で言わない方がいいですか？何食べるん？ちょっとジェスチャーと難しかった。あれ食べるって。海鮮丼。全然違う。そう、それではないですね。それではなかった。肩叩き経験者ですよ、私。幕張、待ってますよ、握手会。まこちはさっき携帯ここに置いて、かい、おって、置いていてて、私がショールーム始めた瞬間に通知行ってました。皆さんそれぐらいオタクでいてください。おもろい。通知行ってましたよ、初めて見たんですけど。そう、うん、全員撮ってますよね。そうなん、うん、ようやんな。それが配信してるやろ。見るん、それ見ないっす。見へんで。でも全員の撮ってるらしい。あかんな、やっぱ。でも見ないですね。あかんで。だって見ないですよ。見に行かないから許してください。T.O. 失格やな。でもちゃんとあのアバターはちひさんの書いた虎のやつですよ。あれにしてんの？はい。めっちゃ面白い。すごくないですか、当ててるのが。うん。すごい。当てたあれ。当てないと無理なんか。はい。うん。私は誰のやつも撮ってません。すいません。阪神の通知だったら取るんですけど。脇腹こちょこちょお願いします。無理です。握手会来てください。するかしないかはまあその場で決めます。しないでしょ、絶対します。
うん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 、この前のまこちの M 公演どうでしたねって私に聞いてます。多分私役が分からないどうでしたか。うん、まあまあ良かったんじゃない。見てないですね適当適当です、ね、じゃない。あと3分でまこちの配信始まるって。そうですよ、楽しかったです。でも、楽しかった。はい、じゃあ僕もちゃんと踊りました。うん、うん、千秋楽までには出たいですね一緒に。なあ、いつやろな。はい、うん、マカチの配信に星投げしてください。カウントとね、助かります。うん、助けてあげてるね、サラおったな今。何の投票してるの。サラが好きか嫌いか食べきっちゃった。泣きそう、死ぬ頑張ろう。会いたいってさら。何してるの今。何してるんよ。パスタ食べてた？誘って。ちょっとまた誘ってよ。うわ、15位にポッター平井さんおる。ありがとうございます。13位ルートさん、12位なんて書いてんのこれ。木魚さん。11位ゆうじろうさん、10位ゆかちょさん、けいこうくんさん、8位原初のくろさん、7位ひろちゃんさん、6位よいちさん5位やすのりさん、4位しのさん、3位まーちゃんさん、2位くまさん、1位オリア女子じょうさん、ありがとうございました。またね、また会いに来てください。ではまこちの配信にどうぞ。ありがとうございました。またねー。